八串神社は、長野県長野市浅川にある神社、ブランド薬師の名で知られる。一帯は、ブランド薬師公園として整備されている。浅川沿いにある薬産の旧街の岩穴に、木材三本を打ち込んだ、県外作り。山道には十三国仏が立ち並んでいる。元薬師如来を本尊とする、神仏集合の、ブランド薬師堂であったが、明治時代の神仏分離により、 薬師如来を本事物とする少なびこ名の陣を祭神として八串神社となった。本尊のブランド薬師像は現在、全光寺公明院に安置されている。ブランド薬師の名は、ブランド品などの用法で使用される、ブランドとは関係はない。名の由来には、諸説あり、県外作りで、風や果汁によりブランブランと揺れるから、ブラン、銅となった、あるいは落ちそうで、落ちない。 ブラク、銅から喧嘩したなどと、諸説伝えられている。江戸時代末期の井出道様が記した地し、品の起象録に次の記述がある。ブラン、銅訳士という、有数竹の岩壁に穴あり、その穴に張り4本を入れて、その上に銅を作る、一人二人と、キハブラブラと動くゆえにブラン、銅と運。ありがとうございます。